J.O.E.U.F.M. ガッツムネマサのマシンガーエチケット第333回始まりました<い>今週もボンクラフィーバーズガッツムネマサと FM 愛媛旧館長さんと、も六本木内イのオーナーマイケルさんでお送りしてまいりまーす。よろしくお願いします。2>, 2週間ぶりの収録ですね。うん。そういなかったんで。う,うん。うん。どうでしたか長野チャンネルコラボ特番は。ね。ね。 喜んでもらえたかなと思うんですけど。ちゃんと音楽の話しよったね。しよったね。よくよく聞き返したら、そう。俺らも収録日からオンエア日まで日が空いたから、リスナーさんと同じ気持ちで新鮮な気持ちやったね。あ、こんないよったよったなみたいな。いやでもよかった。またやりたい。またやりたいです。そうそうそう。長野ちゃん、今日メールめっちゃあるんやろ。めっちゃあるんで、ほぼポッドキャストと後半に。 あの、また出てくるんで。何が大物が。ええ食違う違う違う。人人人うん。音楽家音楽家おーちゃっちゃとからないか。じゃあメールいきます。え黒星さん。ガッツさん、急館長さん、マイケルさん、どうも。ど2週にわたっての長野チャンネルとのコラボ特番楽しく聞かせていただきました。はい。長野さんとは世代が同じで、 ところどころかぶって見聞きしていたものがいくつかありとても興味深かったです完全自殺マニュアルかなあったねあれあの話もあのワードが出てくるまで完全に忘れとったね忘れとった存在を忘れとった存在忘れとった確かに流行ったね流行った流行った流行ったビリッジヴァンガードにいっぱいあったねもしカットされた中でまだ話せるネタがあれば教えてください どこを削ったかも。ジャパンクルースペシャルは全勝ットすジャパンクルースペシャルか。あのね、ちょっとね、あまりにも関係なさすぎた。そっか、話。関係ない話はめっちゃしとる。してますね。余談は多かった。あの、フジロックの家物の話とかああ、れはね。なるほどね。いや、そういう意味でも、黒蜂さんはフジロック97に行かれてるっていうことやったんで、ね、もしメールが間に合っとったら、もっとちょっと違う展開にはなっとったかもしれんね。 えっと、またいつか長野さんとのコラボを楽しみにしています。はい。これは毎年恒例にしたいけど、夏は俺ら、本当はスオ島やけんな。そうなんよ。俺、やっと読んだんよ。陳さんの本。本。やっと。めっちゃスーっと読めたことないですかめちゃくちゃスーっと読めて。俺、あの、いつか、それこそスオ島特番があると思っとった件、陳さんから直接買おうと思っとったけど、しばらく機会がないけんうちの宮が、 本の和田市さんで注文したら、サイン本やって、相当嬉しくて、で、ドキドキしながら読んだら、ちょっとだけこの番組のこと、本当ワンフレーズぐらい触れてくれとるね嬉しい。ぜひ見てほしいね。読んでほしい。なんかいいっすよね。なんか、陳さんっぽい。そう。文章のタイトルんでしたダンスインザファーバー。優しいね。この間、また1時間ぐらい電話しとったんよ。緊張。なんかいい。ね、ここ何ヶ月か、 連絡取ってなかったっけ、うん、まあお互い忙しくて。で、それ東京のイベントの、あの、送ってくれたやん。はいはいはい。哲香さんがね。哲香さんが送ってくれたやつも兼ねて、うんうん、あと、いろんな、この、並行で進めおるプロジェクトと、共に、こう、電話で話しよって、あと、うん、イノシシってどうやったら <laughs>、ぶっ殺せますかねみたいな。<laughs> <laughs> もう立派な農家じゃないですかって。おすげえすげえ。そうやって言ってくれたやんそうそう。 で、まあ、いろんな話ししよったけど、いいね、やっぱ。落ち着く、あ <laughs> のいや、<laughs> だって実際、ハイドパークも、陳、うん、さんとの出会いなかったら、やってないかも、ね。やってないかもしれない、ね。島行ってないか、うん。それぐらい本当に、こう、血に根づいた、うん、こう、陳さんの暮らし、僕ら影響を受けてる。影響を完全に受けてる。はい、うん、行きてえな。来年は行きたな何とかして。うん。うん。 うんって何 <laughs> 俺が決めれる立場じゃないけそうだね。ね <laughs> 行政じゃないもんね、うん。話は変わりますが、過去回を振り返ると、ちょうど去年の今頃、コリ、はい、に帰ろうスペシャルを放送していました。うん。特に何もなかった1年ですが、こうしてマシンガンチケットに楽しませてもらってるんだなと、しみじみしてしまいました。うん、いつもありがとうございます。こちらこそです。1年前 ?1 年前。1> 1年前めちゃめちゃ前な気がするんやけど。 あれ、一年前か。そうや、八幡浜と大津あったやん。四角んとこで、そうそう。うまかったなウスターソース。うまかった。あれは、ウスターソースかけて食うもんやな、やっぱ、ハモテンは。今になって思えば、ハモテンにウスターソース、わからんくはない。ありやろ。分からんくはない。俺、あれからウスターソースめちゃくちゃ食うやろけどな。俺、何にでもかけおるで。ハイドパークで野菜がもうちょっと安定して取れるようになったら、ウスターソース作りたい。今ね、 どっかの町の農家さんが食べるラー油じゃなくて食べるウスターソースを作ったんよスプーンで取って割とドロっと固形半固形みたいなのを揚げ物とかにかけたりご飯にのせて食べたりそれキャップのとこに付いとるやつやねんああ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 あでもあれっすよ消しゴムにつけてもうまいと噂のあのああハイドパークジェノベソースハイドパークジェノベソースマジでうまいっすね あとあれもうまかったあえっとハリッサとあとハイドパークスコビルスコビルとそうめん最強あそうやろちょっと今度持ってくるわぜひぜひあれね商品化したいぐらいはうんうまいえケイシ君が育ててる唐辛子をザクザクと切ってでお酢とそれからナンプラットでつけてるお酢があるそれをハイドパークスコビルって勝手に言うんやけどそれをうちのミやがおすすめしよったんは そうめんのめんつゆに少しかけてちょいピリ辛で食べるしめっちゃうまいうまそうおいしいあれめっちゃうまいおいしいよねおすすめですうまそうやけど今日時間ないけどさっさとメリッそうやったそうやったそうやったえっと29日のこの夏最後の特番も楽しみにしていますカシュコとのことです明日だよ厳密に言うと今日だよもうおおウェブでなウェブでねラジオネームチンカスのリュウジ出た長野チャンネルとのコラボで出てきた ガッツさん、旧館長さん、マイケルさん、こんばんは。こんばんは。えー、先日の長野チャンネルコローブスペシャル楽しく拝聴しました。チンカスのリュウジです。<laughs> はい。はい、<laughs> 私ごときのチンカスメッセージを採用していただき光栄でした。<laughs> <ー>いいね。敬愛する長野さんにも喜んでいただけたようで嬉しい限りです。はい。お三方の音楽性思考や、パーソナルな部分も、うん、 興味深く聞き入りました。今回初めて番組のことを知り、検索してみると、ポッドキャストの存在を知ったのですが、願わくば、先日の長野コラボスペシャル、カットされた他のリスナーさんのメッセージやリクエスト曲も含めた完全版のような音源が聞ければ幸いです。無理です。無理やな。少なくとも曲は絶対無理です。あ、そっか、そっか、メールは割とね、あの、通常回の方でフォローしたんで、ほとんどとは言わんけど、まあ、 十分でしょ追伸、それにしても、うんちままってラジオネーム下品すぎですね。お前もらう。お前もらう。そうやカスの隆二すごいね。あの、放送的には、鎮カスの方がアウトよりですそうよ。うんちは、うんにね、かいけん。いろんな使い道があるけど。そうやね。鎮カスは、肥料にはならんからな。では次が、7八さん。はい。 マシンガンエチケット T シャツ買いました。ありがとう売り切れが続出してたので慌てて注文しました。届くのが楽しみです。ほんとね。吸ったぜ、いっぱい。あの、何が売れようとも、とにかく60口しか売れなかったんですよ。うん。59口売れたんで。おすごい。また一つ足りないというところが、なんかいいっす。59人、もう、この番組聞きよんかな聞きよる。聞きよる。人数は多いはず。 少なくとも、ポッドキャストで4、500ダウンロードされてるんで、毎週。すごいよね。じゃあ、4、500人は毎週聞き寄るってことおそらく。少なくとも。で、実際、えっと、配信チケットは59枚じゃないですか。T シャツとジュースは大体でどれぐらい出たのまあまあ、皆までいいな。まあまあバレるやん。あ、金額が。ジュースは200じゃ。すごいやんジュースが200じゃ、まず。 冷凍しとった、えっと、タンクが一個なくなったらしいわ。<laughs> <laughs> さっき、さっき2階で、なんかオシャレな AD ちゃんがずっとシールペタペタ貼りおって、さちもつみたいな子が貼りおっ,って、で<あー> <laughs>、ね、その周り段ボール四股玉積んであったやん。はい、あれ全部ジュースやろ。 テーブルの上に置いとったんだけジュースです。でもすごくないそうや、すごいですよ。すごいよ、ね、<laughs> それ。それ今日、夕方ぐらいに運んだけど俺今 T シャツめっちゃ塩吹いとんすよ。あぁ、びしょびしょになったやん <laughs> お疲れやん。<laughs> 売れたなー売れましたよ。すごいね、いみんなね。誰が儲けるんかの。FMA 姫かな <laughs> でもまあ、あ<ー>ね、普段、あの、 無収入でやりよたまにはこういうのしとかんと、おい、もう終わるぞって。いつ肩叩くれるかわからんけど。いや、でもこうやって実績あったら、来年もね、続くと思うから。もう、あれよ、金ちゃんの3倍もあげようや、FM に。うん、おやそれはいいわ。あと5年させや、それはいいわ。では次、海賊ヘラヘラ男さん。出た。ガッツさん、急館長さん、マイケル、ども。 今回ビップコースでグッズを購入させていただいたんですが、はい、コロナ感染者が急増している中自分の仕事のことも考えてスタジオ招待と打ち上げの参加を辞退しようと思います、うん、社長椅子座りたかったマジでファックコロナですどうせ飲みもいけんしやけになって T シャツ6枚追加何枚かに読んで <laughs> 待て待てすごいぞ枚数が、うん、直筆メッセージとお土産はくださいね出した後のことです、はい あの、海賊さん、あの、ま、今回は、今回はれんけど、普通の収録時にまた来てください。で、あの、打ち上げは別日にやります。あの、できるようになって約束しましょう。で、俺からの、俺の私物は SNS にあげんといてくださいね。超ド級のものなんで。はいすごいからね。これだけで、ね、ビップコースの価値ぐらいあるよ。はい。ま、それぞれのプレゼントもあるんでね。キュウちゃんとか僕とかも。 でもすごいね、快速ヘラヘラ男さん、えっ、ー、と、ビップコースなんで T シャツ6枚でしょで、さらに、えっ、ー、と、3枚追加したんやったら。6枚追加した。枚追加。えっと、その前に3枚追加しとったろ <laughs> 1>, ?1 万円安かったっけん、3枚買うたって言うたっけそうそうそう9枚でしょうで、そっから6枚やけん、15枚買ったよ <laughs> まあ、人懐っこせるな。人懐っこせる。こいない,い。<laughs> <laughs> まあ、10年はいけるね。どうするんね。配るんかな ああ、あの人、コレクター的なところあるけど、はいはい、あの人、まあ、俺、もともと仲がいい方やけん、すごいよく,なくあの知っとんやけど、あの人、カープの熱狂的なファンで、はい、ーカープのグッズとかを買うんやけど、うん、一個は着るやつ、はい、一個は飾るやつ、<ー>で一個は押し入れの中に入れて、風も開けんやつ、3つ買うよ。 ほんで、な,なんで押し入れの分1個買うんですかって言ったら、うん、光に当たったら、だめやろって,って言われて、はい、あまあ、そういう人もおるんかと思ったら、<ー>今回のこのお買い上げの金額と。 まあ、そうですよ。十10年後もしかして、僕らが大ラジオスターになっとったら、そうよ。その封を開けてない T シャツに、ものすごい価値が出るかもしれない。価値が出るかもしれない。確かにね。しかも新品未開封で光に当たってないなんか言うたら、ほら、この間あったじゃないですか、スーファミカ、ファミコンのソフトがとんでもない値段だって、そういうことじゃないですか。すごいよね。でもナポリ君は、あの、スニーカーマニアやったけ家に死ぬほどあって、今、エアジョーダン5かを作業靴でおろしとるけど、 あの、一週間履けんよ。かすみ分解とかして。ああああ、そうか。置と冗談ワン以外はもう全部。ボロボロになっちた。ちょっと、ちょっと履きじがついたらそっから、えうまくたな、ロブロブロって取れたり。あれって、履き続け取るよりボロくなっとるってこと。履き続け取った方が、ま、しあの、まだいける。ええエアマックス95とかはソウルがそのまま、ボーっていってくはけん、スニーカー大好きで集めよる人らは、使わんスニーカーとかは、 えっと、ラップみたいなラップ、パウチとか、あんなんしたり、ラップで巻いて、その中に乾燥剤とかはいはいはい。大変やな。大変。雨季と乾燥期を繰り返すやろ。でもどうなんやろうな ?T シャツのインクって PVC っていう素材やけ。金買ったらポロポロになるんかなラババンと一緒なんですよ。ああ、なるほど。ポリウレタンではないけポリウレタンが加水分解するんですよね、スニーカーは。 うなんまあ、そうやな。<あ>えっと、次、ロロロッサさん。<い>こんばんは。今日8月17日、YouTube で初めて旧館長さんのずっとそうだよを見たロロロッサです。はい、<ー>配信回数5225回目、酔っ払っていったせいか、<ー>目まぐるしく切り替わる画像を見て、ちょっと目が眩しくて、うん、あ、目前、何これ。 めまいがして、うん、曲の一番を全部見切ることができず申し訳ありませんでした。ちょっとっあれ2分ちょいしかないね。1>, <笑><笑>1分ぐらいでもうダウンしとるよ。<laughs> <laughs> 明日正常になってから再度見たいと思います。はい、いよいよ差し迫ってきた生配信ライブ。うん、自分もバリ楽しみにしています。<い>ぜひ酒を飲みながら楽しんでいきたいと思いますので。いいね、当日、体のコンディションをリスナーの皆さんで盛り上がっていこうぜ。うん <laughs> なんか、文章おかしくね。もう, <laughs> う。用途で。用当日、体のコンディションを、リスナーの皆さんで盛り上がっていこうぜ。<laughs> おかしいおかしい。りなりおかない。<laughs> なんでリスナーのテンションと、ロロロッサさんの体調がリンクするやんや。<laughs> 謎です。ただね、あの、この収録ね、8月24日の火曜にしてるんですけど、うんうん、この時点で何するか全然決まってないんですよね。うん、あ,あ、ほんとやね。え、もうでもいつも通りの。そう、だから収録を見せるって言ったよね。あの、 普通に撮ろうと思います。だから、三十分 ?9 やけん、9月4日分を撮って、で、まあ、いつもの感じで、ポッドキャスト用みたいな、撮りつつ、もうその時点でちょっと、まあ、この人数やったらいいと思うんで、酒でも開けようかな。おー、いいな。じゃあ。タクチケ出ろん。出る。生々しいことを言うな助けじゃあ、車で来ちゃいけないね。そうですね。はい。わかりました。 ああ、でも、それは、いいね。うん。いいですね。だけど、もう、なるべく、1時間ぐらいで収録的なものは終わらして、もう、あとの1時間は、絶対放送じゃできんことを、ああ、やりましょう。あるとか、喋るとか、したらいいんじゃないかなと。いいですね。もう、そこはもう絶対流さないんで。うん。そうやな。はい。やりましょう。そんな感じにしたいと思います。じゃあ、この放送を聞いた人は、すぐ、お酒を買いに行って、うん。うん。 確か別にそんな慌てんでも。これ、放送夜中やで。いや、もうすぐよ。いや、寝て起きてでいや、思い立ったら。コンビニでしか売ってない。どんと行こう。安いとこで買おう。安いとこ、ま、あじゃあ、ドラッグストア行って買おう。そっか、今酒も、今禁酒令よな。店で二十四時間出せないでしょうん。大変ですね。大変やけど、もうしょうがない。一言みたいにいや、でももうしょうがないよね。あの、結局、ね、外食で飲酒を止めたら、 結局、意味もなくどっかの街から人が来るっていうことを抑えられるけん、結果的には、結果的にはよ、街中止めて意味あるんかっていう方もおるけど、街中が止まったら、わけわからずに遊びに来る人はやっぱ結果的には減るけん、まあ、どっかから来る、うん、っていうリスクは減るのかなとは思う。納得しきれん部分もあるけど、うん、僕はそういうところに落としどころを設けていま不幸幸中のいいというか こんな時に配信でよかったっすいや、ほんとよ。本当みんなも退屈やろうし。そうやね。うん。まあ、楽しめたらいいと思います。はいじゃあ、次のコーナーに、はい。いきますよ。トミスプッシュというわけで、トミスプッシュなんですけど、まあ、誰が出てくるかは、2人は察しがついてますかうん、うん、うん。おそらく。うん。フジロック見たばっかやけど、俺、逃したんよ。 おってことよねそうですよ。肌感坊の人ですねそうですね。気持ちいいの人気持ちいいの人ではない。気持ちいいを歌った人。シェイの人。シェイ、シェイの人でもないね。違う。オリジナルある。俺、あの、何の人って言ったらいいかなドブネズミみたいに美しくなりたい人そうです。そういうことです。そういうことです。どうぞ。 マシンガンエチケットをお聞きの皆さんガッツくん旧館長くんマイケルくんどうもどうもザ・クロマニオンズの河本宏人と真島正俊です今日は番組から質問が来ているのでお答えしますうん9時や9時ね9時あと検証なんかで当たったなど 思い出はありますかなるほど僕ね子供の頃ね風の空っペっていう漫画があってそれのねバッジが当たったことあるよはがきかなんか送ってなんかねガムかなんかのね検証だったんだよガムってそういえば色々当たってたねそれはどうしたそれはそれはね すげえ嬉しかった、うん、その後大切にまだ持ってたりする今はねどっか行っちゃった行っちゃうんだよなうんでもほら子供の頃って自分宛ての手紙とか封筒が来たりすることって、うん、めったにないじゃないうん、うん、ないない、うん、でそれ自分宛ててんだろうと思ってみたらそのバッジが入っててなんかあれはすごい嬉しかったないい思い出だねうんうん、うん、よかったうん いいい思出の話、ありがとう。というのもねこの番組で「リスナーの力を借りて検証に応募するのが熱くなっておりまして」って書いてあるんですよなるほどはいこのマシンガンエチケットがこの番組の企画でね何かに当選できるようになんかこう応援メッセージみたいなねそういうのが欲しいんだってなるほど風の 風のカラッペだっけそうだね。そんなタイトルだったっけ知らないよ。<laughs> 自分の話でしょ。<laughs> えそこですか。<laughs> じゃあ、何かに当たったんだな。んか <laughs> なんか、んか腹って出したみたいだな。<laughs> 多分ね、風のカっぺなんだよ。じゃマーシーが何かに当たったんだよ。<laughs> <laughs> 最近なんか俺、言い間違いの多いからな <laughs> 俺。俺は大丈夫。昔からだから。<laughs> 俺一番ひどいのはチャップリンとエレビス間違えたことあるか <laughs> ありがとうございましたお役に立てたでしょうか、はい、というわけでザ・クロマニオンズはどういうわけなんだろう8月25日水曜日にニューシングル「うん、ドライブ・ゴー」をリリースしました、はいうん これは「ックスキックスロックンロールというね6ヶ月連続で発売されるシングルの企画の第1弾ですはいはいいい詳しいことはまた調べてくれよあの CD シングルも出る出るねとにかく6枚続けて毎月出る出る素晴らしいことになっているックスキックスロックンロールという特設サイトがありますそちらでチェックしていただけると わかっていただけると思います。はい。お願いします。うん、楽しいよ。<laughs> じゃあ一曲、これ聞いてもらうのが早いね。はい。それでは聞いてください。ザ・クロマニオンズでドライブ・ゴー,ゴーザ・クロマニオンズの河本博人とマシマ・マサトシでした。バイバイビーはい。ありがとうございますああ、かっこいいね、うん。うん。風のかなって。<laughs> で応援メッセージもらえんかったら、 いやいや、でも、うん、風のカナペが応援メッセージだったんじゃないですか<笑><笑> <laughs> すごいね。おかげさまでおえリリ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 リいリリ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 かお手紙を、はい、読まないリなかえでもそれどっちに来たん住所 これは姫の住所で来ましたね<ー>お手紙読んでくださいラジオネーム徳島製粉株式会社 <laughs> 金ちゃん現金プレゼントガッツさん9巻んマイケルさんこの度はご当選おめでとうございますこの度はご応募いただきまして誠にありがとうございました金ちゃん現金プレゼントの第5回抽選2021年7月25日当日消印分まで厳正な抽選の 上行われ、うん、あなたに1万円が当たたりましみんなおめでとうやったぞすごいぞリスナーみんなのおかげだよ、うん、ここにお知らせするとともに現金1万円をお送りいたします。風のかなっぺは皆様とともにこれからも頑張り続けます。<laughs> 今後ともご愛顧よろしくお願いいたします。風のかなっぺ株式会社。<laughs> <laughs> 当たりましたよかったこれで今シーズン4万円そうだから第第第第で当てましたすごいねすげえすげえいやでも一番当選確率の高い最初だけ当たらんかったっていうのがね確かにいやでも無事去年超えをそうよはいだってだって1200食だったっけみんな食べてくれたのそりゃそんだけ送ったらこれだけ当たってもねいやでもすごいね当たったね 当たった。どうするえっとね。4万円は結構ね。でかいぞ。でかいでかい。あと1万足したらプレステ5買えるんやろおおそれもいい。プレステ5って、4万くらいやったっけ ?5 万やったっけなんか意外とプレステ5買うプレステ5買っても、放送に役立たんことない。今普通に買えるんすかプレステ5。買え、買えあ、まだ買えんのか。よかった。一瞬なくしたかと思ったげ。ちゃんと、4万。四万。4万あるね。結局、当たったのは、 俺の家当て、俺の家当て、え、足立みつる、FMA 姫の俺当て。六本木は一個しか当たらんかったんか。あでも、四つ。四つ。すごいすごいね。四万は遊べるよ。四万は遊べますね。これでも本当、誰かが冗談で言いよった、速水和正さん。あそうやゲストでお招きして、ガチのバクトに、僕らは、 競馬なり競輪を教えてもらうっていうのもできるよね。できるね。まあでも本当あの人放送では言えんような書き方をしてますからね。あ、えぐいやつ。マジ ?1 点1万とか何もいいよんで。あ、そんなんじゃない。そんなんじゃない。さすがやな、大作家先生は。すごいぞ、大作家先生は。遊びのスケールが。まあ、今さっき言えない話をしたんですけど。 でもまあ、まあでも、先生に来ていただくってこともできるよね。まあね。出演料もそこから賄って。ああ。足りるいや、まあまあそこは。そこはもう、ほら、FMA 姫とね当てたら、当てたらあげるけん。いや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 。意味ないじゃないですか。何のために読むんすか。まあまあ、まだ、ぼちぼち考えましょう。まだあるし、あず小豆バーガー。ああ、そうっか。5万プラスあるかもしれん。そう、可能性あるよ。で、それで、 また送られてきたものがあるんですけど。うん。はいはいはい。これはね。でもなんかレディーのハンコが見えたよ。はい。レディーからなんですけど。うん。はい。はい。ガッツさん、旧館長さん、マイケルさん、どうも。はい。こんばんは。あずきんぐマークを送ります。はい。スーパーではもうキャンペーンのはがきをプリントしたあずきバーグが見かけなくなりました。あら。 それでも、アズキングマークは付いてるんで、集めることができました。うん、お盆前から雨続きで、商品にも限界が来ました。うん、はい。品鶴シールのために何百個も食べるレジェンドの皆さんも改めて尊敬します。うん、ではでは、切手使ってね。笑い。切手が、届いてんの <laughs> 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 これ。すごい <laughs> これすごい俺たちの、 俺たちの切手やん俺たちの切手が。え、すごくないすごいあの、f m h o のパーソナリティページに載ってる、うん。俺たちの。違うよ、これ俺ツイッターよ。あ、ツイッターこれダメやん、俺の。ラジオさんが、そやね。オリジナル切手を作って送ってくれました。10枚セット。えこれ嬉しい。これフレーム切手って言うんや。はい。これ嬉しい。でね。 うん、これ気付かんかったんですけどこれが送られてきた封筒、うん、見て <laughs> えこの木って何の <laughs> 何この木ってワク,ワクワクドキドキアフローズじゃないですか <laughs> しかもワクワクドキドキアフローズの写真やけどどっちゃこっちゃないしょっとばっかりやん <laughs> 自分で作ってますやんそっか自分でも作るでもこれいいねレディでしょうん <laughs> このフレーム切手っていうのは写真持ち込んだら切って作ってくれるサービスがあるの僕作ったことあるんですけどこれめっちゃいいな高いんじゃないんでいやそうでもないんですよさすが日本郵便がやってるのでえっとね84円のがこれ10枚あるでしょ切手だけ買うと840円かやけどワンシード作るんで2000円いらんかったはずええーあっホだそうそう ただ画像を用意して、日本郵便のホームページで、それをこう枠に入るように、なんか大きさズームしたり、調整するんですよ。それだけ。え、これめっちゃめっちゃ簡単にできる。1枚欲しい。すげえ。しかもこれシールになっとんや。そうそうそう。そうすーでつけるんじゃないや。最近の木って大体シールよ。なめんのあの、普通の通常ずっと出てるキットはまだノリやけど、なんか夏だけ限定のとかあるじゃないですか。は全部シールっす。 あ本当そうこれめっちゃいいまあどう考えたってシールの方が使いやすいでまあそうやねなんで今までシールじゃなかったんやろな逆になんででしょうね本当。なんでやろねほんやねいやこれすごいわすごい俺猫になってくれてる嬉しいなありがとういやこれありがたいよこれなんかもったいないねもったいないいやでも使うでしょ使うことないもんな俺最初出す時もこれで送ったらいいやん いや、お前。お前じゃねえやけん。俺、俺、って。俺、俺。これ素敵。これでもまあ、もったいないけど、使うしかないね。だから、これで、あずきキングを送れってことかな。でも、それやったら、あの、64円でよかったんやけど。封筒用の84円になっとるけど。まあまあ。どっちにも使えるよ。でも、いやつもあるけんな。うん。すごーい。ありがとう。ありがとう、レディびっくりしたよ。これ、感動した。 あとずっと忘れとったんやけど。うん。よいしょ。てか。はい。お、ナーゴさん。はい。ガッツさん、旧館長さん、マイクラさん、どうも、<え>ナーゴです。はい。先日メールでお伝えした、キネイプんこれは、ね、クネイプクナイプ。クネイプクナイプ。クナイプ のバスソルト少量ですが送ります。おお<い>。お三方それぞれリラックスするときに使ってください。ではではまたです。お,<い>おやした、はい。3つ。えっとね。<laughs> じゃあタイトルがあるけん、それで決めてください。うん、はい。show me your smile.everything <laughs> will be fine.、うん、全身にぬくもりめぐる発汗バスタイム。爽やかでスパイシーなユズジンジャーのほう。 もう一回もう一回言してもう一回略して s h 言わす e 略して明日も笑ってお<ー> Everything will be fine、うん、きっとうまくいくよ、うん、全身にぬくもりめぐるカンバスタイム <laughs> 爽やかでスパイシーなユズジンジャーの方向欲それは英訳してやこれ日本語しか書いてないのになんかでも最初のやつなんか明日なんか書いてないのよね Show スマイル明日も笑って。うん,うん。ほんね。ちなみに、これがフレッシュでほんのり甘い、ネロリの香り。何 <laughs> <laughs> ネロリネロリって書いてある <laughs>。何よゆでネロリ <laughs> で、きっとうまくいくよが、うっとり甘いバニラハニーの香りで、うん、えー、まあこれはユズとジンジャー。俺、ネロリ。はい、ネロリ。 どっちでもいいよ。じゃあバニラ。うん。ありがとう。はい。じゃあこれ試してみます。Everything Will Be Fine。はい。えなんかしっかりしるな、パッケージもこれあ、違うわ、これ。入れてくれとるやっぱわざと。わざとじゃない。わざとわざとわざと。わざわざだけじゃなくて、日本林になってきてわざわざじゃなくて、わざと。ええ、でも、あれやね、俺初めて見たな、このクライプ。探しに行ったけど、見つからんかってね。 温泡は買ったんやけどね。温泡俺もよく使ってる。このクナイプのロゴ、あれみたい、あのスープのキャンプのロクノールみたいなね。で、なんなら、ケロックもこんなな気がする。なんなら、このクナイプのパッケージ、ケロックにも似とるし、で、今言ったクノールやけど、クノールの粉末スープもこういうデザインよね。そうね。間違ったら食べてしまうね。でも塩やけんいけるんやね。ああ、本当やね。いや、いけんやろ、けど無理か。えありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。 せっかくなんで、えっとね、これ、預かってたやつ、これが、あずきキングマーク、あれ、いつまで ?9 月、バンプ・オブ・キャンプさんが12枚、で、おネ・ニーがさらに10枚、すごい。で、あと、これが、何枚かな、なんかたくさんあります、これ、達郎さんからです。 お三方いつも楽しい放送ありがとうございますいい小豆キ,キングマーク5枚だけですがマイケルさんに託しますあと去年の初中見舞いはがきの残りですすみませんが<ー>よかったら使ってください5枚がもし当たったら何か楽しいことになりそうと思うと、うん、期待で胸が膨らみます当たりますように、うん、達郎よりしょんぼりしょんぼり <laughs> しんか5枚以上ありそうなけどね<ん>5枚以上あるよ12数数え間違えたら8枚あるぜ8枚ある うん、ありがとうありがとうはいエークルさんと混ぜたんかなああ<ー>。でね、えー、っとね、なんか、お菓子もね、すごいぞこれ。なだまんのクリームチーズおかき。なになだまんなだまんってあの、ほら、料理屋さん。知らん、知らん。え、すごいです。お釈通りくらいの。いや、えー、っとね、あれあれ、えー、っと、寿司とか出してるとこ。えー、っと、ランチで一万ぐらいする。知らん。東京の。知らん。違うかな はい、あと、マイコハンヒヒあ、出た最高最高最高いっぱいあるやん最高最高一人一個ずつあるやん一人一個ずつある。いただいてます。ありがとうありがとうございますありがとうございますみんなでいただきます。いただます。っていう感じです。はい。はい。ポッドキャストこの後、ポッドキャストに行きましょう。はい。どんぐらい読まないかんのまだ全然読んでないよ、メール。シールも貼らんといけんだろはい。ジュースにね。いっぱいだいっぱいです。よし じゃあ、本放送を無限に扱おうぜじゃあなじゃあなじゃあな明日も配信だはよねよじゃあな明日も笑って !show me your smile! きっとうまくいくよ !everything will be fine! 全身にぬくもりめぐる発汗バスタイム、爽やかでスパイシーなゆずジンジャーの芳香浴はい、ということで。ようこそ、ポッドキャストへ。もう、あしまったなな何しまったな 一回閉めたけど、うん、これだけ本編に入れよう。お、小島や。ガッツ、旧館長さん、マイケルさん、どうも。どうも。小島ッでございます。あ小島ッさん。メール届きましたかうん。ガッツにポッドキャストで呼ばれてから毎週メール送りおるんよ。<laughs> ふと気づくと、毎週デーモンから返信来てました。それ僕です。<laughs> メールデーモンは僕です。<laughs> メールデーモンは僕です。<laughs> ブロックされてると思いつつ、メールしてる、これ何研究って何けなげ。けなげな僕です。うん 博多のうまいもん送ってとのことですが、今は流れ流れて長崎に住んでます。<ー>あるやん。うん、あるやん、長崎もうまいもん。カス,カステイラカステイラカステイラはでもどこでも食えるけんな。うん、あーまあそうやねポン。リンガーハットで食えるけんな。<laughs> <laughs> リンガーハットのソースうまいな。知らんわ。<laughs> お、もうこれ最後やるあの、<laughs> えっと、小島ッさん、初めて届きました。<laughs> よかった。<laughs> でもこれで届くようになったんで、メールがくれよな。ちゃんと届いてたら送りますって。届いた、うん、初めて <laughs> <laughs> !PS お遅ませながらずっとそうだよ。再生5000回埋めでございます。新曲楽しみにしてます。またメールします。はな,はい、なんか小島がこうメール送ってくると、よそよそしく感じるな。やってみたいね。 いやー、見た目は完全反射っすよ。なんか、でかいんでしょ <laughs> でかい。でかい。え、たまつブラックぐらいでかいたまつブラックよりでかい。あー、やばいね。全然でか聞いでる感分かいへんいや、たまつブラックもまあまあやん。ね、坊主で、でも、顔はちょっと優しめ。今は多分お父さんの時優しめやけど、うんうん、当時はもう、反射っすよ、完全に。や <laughs> けど全然普通の、優しい、うん、優しいお父さんみたいになって というわけで小島さん届きました。届いたよ。じゃあね。聞いてね。はい。改めて YouTube y o u t u いいでした。おいおいおい。影響受けすぎやろ中野ちゃんにを。改めてポッドキャスト分です。はい。ムチダムチオさん、はい。ガッツさん、球冠調査マイケルさん、こんばんは。こんばんは。キャプテン翼の若林くんの異名、スーパーグレートゴールキーパーを聞いて。 先駆け男塾の J の必殺技、フラッシュピストンマッカパンチを思い出しました。あったね。知らんわ。そして、漢字の読みは難しいですね。はい。マスクの種類でよく登場する不織布。うん。不織<思>布、<laughs> 不織布と読んでました <laughs>。<laughs> あ、でも読めるわ、ね、かる。読める読めるわかるわかる。るるる後で検索して不織布と読むのを知っても、これがわからん俺。さすがに流れ石違う。いやいや。と、えわからんでこれは。これとっさです。 とっさ。とっさには、不思議、不思議部と呼んでしまいます。ではではまたです、そのことです。これだから、当たりしてきよなあのね、実はその漢字メールいっぱい来てるんですけど、これは配信用に撮ってます。あー。あ俺意外と読めるんぜ。読めてないわ。難しいのは意外と読めるよ。もうか。うん。地味盲量とか。読め。もう出ても消やせん、頭の中で。 じゃあ次が、タマツブラック。はい。いつもお世話になります、タマツブラックです。はい。長野会最高でした。ありがとう。もう聴いてきた音楽がみんなと同じで、ポンポンとトークが跳ねていく感じが楽しくて楽しくて最高でした。同世代だもんね。そう。しかも彼、好きやもんね。音楽好きやんな。カトリ先行に音楽かきしるもんね。いこそうな。いや、カトリ先行みたいなやつをずっとぶら下げて。はいはいはい。えっと、また聴きたい。 <え><え>まだ聞きたいと思ったら本編持ち越し最高です本当、うんはい、毎月やってください、うん、毎月さてさてマシンガンエチケットのポッドキャストを聞いた後にエレカタのポッドキャストを聞いたのですが、うん、冒頭階段が流行ってるとのことでした、うん、お三方なら愛媛の階段や怖い話とか知ってるんじゃないですかよかったらお話聞けたらと思いますあなたの知らない世界うわあ怖いやつね 俺ちっちゃい時に本当にちっちゃい時は2歳とか3歳ぐらいの時ほとんどの記憶ないのにあの見えよったものとかは覚えとって俺ばあちゃん家でよく寝よったじいちゃんとばあちゃんに挟まれて川の字で寝よってで夜中パッと目が覚めるんよねで目が覚めたら僕の足元のところに真っ黒い人のシルエットがおってでその縁取りは ライブハウスの非常口みたいに、うん、緑のこう、ぼやーみたいな縁取りがバーってついとんよ。うんうん、明らか人なよ。<う>で、体は動くんや。金縛りじゃなくて。で、ばあちゃん、じいちゃん起きてって言って、緑のもやもやが僕の足元のとこ座っとるよって言って、で、じいちゃんとばあちゃんが、え、どこにも何にもおらんよいやいや、ここに、ほらって言って、触るんやけどもちろんスカスカなるわけ。<う>で、ここにおるやんって言って、で、じいちゃんとばあちゃんが、 すごい僕のことを心配に,になって <laughs> どっか見てもらわないかんって言い出して<ー>子供ながらにこれを見えるって言ったら大変なことになると思って<ー>それからしばらく見えよったんやけど言わんかった俺でもそれに似た話で言ったらあの本、ー、当嘘みたいな橋が橋の名前あ名前の橋があるんですよ俺は昔住みよった大津のあのー、教習所らへんにうん。うん 超長橋って言うんですけど、<laughs> 長い<よ>。超長い。超長いよ、別に。超長くない。超長橋って書いてある <laughs> て普通の話がある。そうで。そこの下で要釣りとかしよって。うん、で、俺一人で釣り行ってたっす家近い家、うんうん、で、ある日、俺、流されたんすよ。流されたというか、うん、川に落ちて、で、あの、雨上がりやったけん結構、川のが流れが速くて、うん で、石かなんかに捕まっとって、うん、あーやば,やばいやばいやばいってなっとったら、うん、ま、あの、眩しくて見えんかったんですよ。太陽がこうバーってなっとって、うん、顔に当たって。顔に当たって。で、それこそ黒いシルエットの人に持ち上げられて、助かったんですけど、うん、誰もおらんかったんですよ。えー、えー、じゃあ黒い、<laughs> 黒い影はガツクも見たことあるんや。えー 二人ともあるやん。全く同じものみたいなそれなんやけど、もしかしたら、なんか、子供がおったのもなんとなく、子供もおったよね、ぐらい。の感じなんやけど、うんうん、言うた、ゆうた逆光やけんってもう見えるやん、顔って。はいはい、やけど、黒い顔のシルエットの人が、その、俺結構流れ早かったんマジやばかったやんや。マジでやばいけん覚えたんやけど、うんうん、こう、腕掴んで、上げてくれたんやけど、腕掴んで上げてくれて、うん。 たとこの記憶ないんですよやけ。そっからどうやって帰ったかもないし。<ー>いやし、上がった時に、もう誰もおらんかったんですよ。あ、ほんと、うん、ガッツくんだけが濡れとって、周りに。周り人がおらんすからね。超長柱へは。は <laughs> 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 すごいやん。そう。それ今思い出した。それ多分小学校、俺あの辺住みよったあの、小6、中、中1ぐらいまでやっかね、すごい、 あののなにしっかり見える人もおるんだってその、パワーがある人はちゃんと見えるんやって<ー>で。僕とかはその後にそういうシルエットを見たって言ったら、多分子供やけん見れたもんだと思うよってあ<ー>、うん。それがパワーがある人はちゃんとこう具体的に聞いう人って,る俺って考えたら、命の恩人じゃないですか。そうね、マジ結構やばかったんですよ。本当にもうあの、流されるぐらいの感じ、こう、掴かんでて、うん、バーンと落ちてから。 やばい、ばい、ばい、ばいってなっとったところやったっけ。誰もおらんくて。うん、でも俺、その前に、その、落ちる前に、俺は川で、あの、流されおるコウモリを網ですくって助けてあげたんですよ。ああお<う>バットマンやない <laughs> バットマンやなそな。それが今回のマシンガエチケット T シャツに反映されたそのコウモリを、取った後くらいに落ちたよ、確か。うん。<laughs> お<ー>いや、分からんすよ。その時系列が正しいことは分からんけど。 同じ場所で、コウモリは助けたんですよ。それを思い出した。<ー>あバットマンや。バットマンや、ね、え、キウちゃん、キーちゃん見えたことないない。ない全くない。ない体験もしたことない危ない思いもしたことないあの、小学校。やっぱそんぐらいよ。4年いやっぱちっちゃいぐらいの時に、ね、あの、ばあちゃんちに泊まっとったんですよ。うん、で、そん時に、昔の夏の特別ドラマみたいなんで、うん、映画よりも何よりもい、早い、 リングをやりよったんですよ。おお<ー>、うん、もうなじみ。あの、テレビ版のやつあのね、映画より先なんで、テレビ版って映画の後あったんですけど、本当に一番最初に、映画より先にあったんですよ。あったね。うん、あったね。やばいやつやん。うん。多分め、うん、めっちゃ怖かったやつ。うん、めっちゃ怖かったで、当時、小学生の僕からしたらめっちゃ夜更かしやし、うん、めちゃめちゃ怖くて、しかもばあちゃんちやけん田舎なんで、で、 見終わって怖いなと思いながら布団に入ったけど怖くて全然寝れんのっすよ、うん、そしたらなんか足音が近づいてきてギーって引き戸が開いて「まだ起きとんかねってまあばあちゃんなんですけど、うん、ばあちゃんの名前が「貞子なんすよ」「いやいやちょっと待てやちょっと待てや貞子の横貞子おいちょっと待てや」<laughs> てや「貞子が出ただけやそれババアやおたこの」<laughs> <laughs> <laughs> ああ、そう。こういう話しよったら、なんか放送局って変な空気になる、ね。でも、一回ここでもあったんすよ。ああ、もうスキートーンのやつやろ。そう,そう,そうやつ。まあ、ある種あの、マウス動かしてないの、ポインターがぴょん、で動くとか、たまにありますよ。ああ、マジで。この放送局やったら、サンスタってところ、あんまりいい気分せんよね。えー、僕はあんまり、あそこ使いたくない。ね、いや、なんか機械が使いにくいとかあるんすけど。あ、そうなん。でも。 どうなんやろう俺でもね、全然、昔はそういうの信じゃったけど、もうこの年になったら全くやな。うん、お化けなんてないさっていうのが頭の中で流れてくるけ僕もそこまでかな。うん。まあ、心霊スポットとかもいかんやん。うもういかん、ね。かうん、いい思いしたことない。うん。うん、いかれんよ。うん。長くなったな。長くなったな。<laughs> じゃあ、次がガチャさん。はい、ガッツさん、球団長さん、マイケルさん、こんばんは。こんばんは、はい。長野チャンネルコラボ、楽しく聞かせてもらいました。よかった。まず、コラボという貴重な場でメールを読んでいただきありがとうございました。はい、でも、いいパスでしたよ。いいパスでしたね。うん、やっぱパンク好きはみんな最初こそ違えど、聴いてた音楽は似てるんだなと思いました。うん、そして、皆さんの話が聞いてるだけでもう楽しくて仕方ありませんでした。はい なんかいつものマシンガンエチケットと違う楽しみ方ができました。うん、今思えばオープニング曲とエンディング曲を決めるときに、旧館長さんがニルバーナのブリードをチョイスしたのも、今回のコラボまでの壮大な振りだったんじゃないかとまで思いました。いや、素敵な偶然ですよね。って でもしっかり脱線もして延長戦では地下芸人さんの話とかで全く曲が流れずといういつもの展開も面白かったです <laughs> またこんな楽しいコラボ第2回も期待してますそれではおやしたあのことですあんなに原始人事務所が電波に乗ることないぞでもたまーにテレビ出とるけんねまあたまみたいやね <laughs> たまーにねー虹のたそがれ原始人は多分1年2年前ぐらいに、うん そろっと出とって、まあ、それ全部ケイシが、うん、出るよ出るよ <laughs> <laughs> 俺はケイシ君おらんかったらもう見過ごスそうや、ん、そうそうそう,そう,そう,そういや確かにね注目してなかったな地下芸人、うん、地下芸人な俺割と地下芸人まではいかんけど割と早くに芸人の情報は仕入れるんですけど、うんうん、で売れて売れて あの時よったあれよねみたいなのはあるけど、ああケイシーの好きなやつはマジで売れんすから、ね。<laughs> 出てこん。出てこん。前なんか、ケイシくんが、なんかどっかで写真撮ったっていう人、それ、あれ、あ<の>がガツくんが言ったあの、<う>作業着のニーアンと写真撮っとって、<laughs> <う>ケイシくんが。耳がでかいけんマスクしとったけど、うん、耳がでかいけんわかったって言って。 圭司君が駅かどっかで「真剣さんこれ見てくださいよ」って言って見せてもらったんやけどマジで普通の作業着着た人間なんや仕事中なんやその人これ何とかっていう芸人のっててすごいな圭司君もうやめとんやけどそうそうそうじゃあただの一般張だけどその芸人さんの人も気づいてくれて元芸人さんがんで気づいたんですかってすごい喜んでくれたっていうのを僕に聞きと話してくれて家からわざわざ言ってるね たまたま見つけた。またま駅で見つけたみたいな <laughs> 話聞いたね。えっと、じゃあ次はパンダキーハントさん。はい。マシンガンエチケット T シャツは完成したのでしょうか、ガッツさん。してますよ。すよ夏休みは満喫できたのでしょうか、休館長さん。夏休みはないですよ。ちゃんと仕事しとったよね。あの、僕1ヶ月休んでませんからね。え、お盆休みとかないのえっと、一応夏休みは与えられてますけど、まだ取ってないです。うん、ああ、なるほど、なるほど。燻製マヨネーズめっちゃうまいです、マイケルさん。どうも。ああ、よかった。 ガッツさんのおかげさまで H2 を久々に聞いてただいま日々ロテ中の和歌山県代表パンダキーハ半島でございますよかったねえーっと8月16日放送マシンガンエチケットコラボ長野チャンネルスペシャル放送、うんうん、8月22日放送その続きをめっちゃ楽しみに聞かせていただきましたはい、うん、想像以上の楽しさいっぱい生かした曲も聴けたしほんま最高でしたうん とにかく最初から最後までお三方と長野さんのトークのテンションが最高潮で、うん、ほんまに楽しいんやろうなと感じました。うん、本当に楽しかったよね。うん、楽しかった。疲れんかったもんね。うん。うん、うん。中でも印象に残っているのが、ダムドのマシンガンエチケットが初めて番組内で流れたことです。<laughs> 今まで何回も CD やレコードで聞いてきましたが、一番テンション上がった。うん、ダムドのマシンガンエチケットでした。ガッツさんの言ったニルバーナは喉越しが悪い。 うまいこと言うなと思いました。うん、そして、元長野さんのマネージャー、現ティモンディマネージャー、JY パーキングさんのファックキャップの話が一番笑いました。はい、<laughs> スペシャル会の前半に長野さんが言ってた、この人たち何なのは、<laughs> マシンガンエチケットを表してると思います。僕もマシンガンエチケットを初めて聞いた時から、今もずっと、 この人たちなんなのほんまにパンクで最高と思ってます。<laughs> はい、ますますお三方ラブです。ありがとう。フジロックでケン横山さんが迷った時は心の中のジョーストラマンに問いかけるって言ってましたが、僕は心の中のお三方に問いかけるのです。やめろ。<laughs> <laughs> <laughs> 何も答えれんわ。<laughs> <laughs> すごいね。<laughs> ガッツさんは中指折れてもファックオフ。急館長さんはメタルメンタル。<laughs> マイケルさんは足原空手のチャンピオンにケツを差し出すぐらいのチャレンジャーであれ。と言います。一人だけ。<laughs> <laughs> ガッツさんのと僕のはまだ、なんか、いけそうだけど<ー>。<laughs> 僕マジでアホやな。<laughs> 長いし。<laughs> ね, <laughs> ね、実際それをやったしね。うん、迷った時はいつもパンクでメタルメンタルでチャレンジャーで入れるのです。監視しております。はい、そこでお三方は迷った時に心の中に問いかけるスーパースターはいてますか いや僕は自分で決めます <laughs>、俺も聞く人いません <laughs> <laughs> 僕も心の中ではおらんけど、でも、リトルマイケルリトルマイケルみたいなのはおるけど、ああそれはなんか、僕もそうやし、なんかガッツ君とかキューちゃんとか、ケイシ君とか、兄貴さん、ハイドバークの人たちとか、もの<あ>をまっすぐ見てない人たちよ、ああつまりは。あ,あ,あの人たちが、僕がこういうことをやったらどう思うかっていうのを行動する前に考える、僕は。 ああ<ー>。この人らが笑ったら成立って思っとる。ああ<ー>。で、この人らが笑ってなかったら、周りの人が受け取っても、俺は滑ったと思う。ああ<ー>、うん。なんか、やけ、なんか俺実際その、何で、うん、ここら辺周りで、なんていうん、実際、おるというか。ああ<ー>。あれ良かったですよって言われたら、ああ、かったと思うけど。うん、俺、意外といろんなの聞いてますからね。グルキャラもやけど。<laughs> 嬉しいね <laughs>、うん。編集中とかもそうやし。編集中はね、 あの、全国の民放各社に配布される新聞があるんですけど、うん、そこで特集が配れます。あ、まじおすげえすげえ。全国のマスコミ各社に配られます。すごいやん。すごいやん。取材を受けました。本当。で<も>出世するなぁ。ィモンディの大敵集会は、俺が俺がって、<え> <laughs> 俺が俺が、すごいな。そうっすかうん。あ、俺が俺ががっていうか、うん、あの、出てないやん。はい。出てないんやけど、うん もう、伊藤さんっていう名前がめちゃくちゃ出てくる。それは俺別に頼んだわけじゃないですよ。<laughs> だから、あの、生放送の日に、なんせ初対面やったんで、うん、なんか、こう、上がっちゃったんで<ー>伊藤って書いてるキャップかぶたと <laughs> ってない、ぶってない、ぶってない。<laughs> <laughs> そう、このメールで思い出したけど、あの、ツイッターにもちょっと書きましたけど、そう、あの、マシンガイチケットコラボ、なごのチャンネル、まさかのあの、あ<ー>元ジュディマリーの拓也が、そうよ、拓也さんが、 タクヤはタクヤでも。そうよ。こっちのタクヤが、格違うわ。いいねしてくれてたという。聞いたんやろね。聞いた教官長のにいいねしたんそれとも、長野さんのにいいねしたんえ、どっちやったっけいや、僕が書いたやつやったはず。僕に通知が来たもん。多分長野さんが、リツイートしてくれたんフォロワーにおるんかな多はえっと、グレープカンパニーとかもフォローしとったけん。多分、その周りが好きなんやと思うんですけど。 びっくりしたすごいね。ゆきちゃんに近づいてた。そのことよ。なんかね、嬉しかった。ああ、すごいです、すごい。あの通知が来るじゃないですか。誰々がいいねしましたの。横に、公式マークがついとったら、わっってなるじゃないですか。なる。えーと、推進8月29日日曜日、マシンガンエチケット配信公開収録録音。 20時から22時もう楽しみすぎてギンギンです早く T シャツ届かんからタまつ完結クラブのジュースも飲みて祭りじゃ祭りじゃおやしたとのことですありがとうございますなんか職業ちょっと変わっとったことなの職業いつも違いますあいつも違うスペシャル回ノーカットでポッドキャストお願い寿司屋あそういうことですあれは無理ですそうですあれかけないとね意味ないんでさあさあ 次がナワゴさんこんばんはガッツさん旧館長さんマイケルさん今回の放送もしっかりと聞いておりますナワゴですええええって言って遅くなりましたがガッツさんマイケルさんナワシの資格所得本当におめでとうございますナワシわなしだよナワゴさんがナワシって書いてあるナワゴさんがナワシって書いてあるわなしだよ でも俺の症状をマイケルさんがなくしたんよ。なくしてないよ。ゃなくしてないよ。いや、俺車の中にスッと差し込んだんやけど、車のどこに差し込んだかわからんけど、なくしとるよ。いや、あるんよ。あるんは間違いないよ。絶対持ってくるけこれから先の、よよよよねこれは。先のよ確かに、来たるべき食料難がやってきたとき、貴重なタンパク源、 獲得にとても心強い資格ですね、はい、冗談でなく真剣にこの資格を持っておいた方が、これから先生、これ、これから先生切るのに。これから生きるのにっていうことかな。これから先生きるのに<ー> <laughs> <laughs> もう、バカだなこれから、バカだなこれから先生 <laughs> 切るのに。<laughs> いやこれ、ああ、これからこれから先生、これから先生、これから先生 T シャツ作りましょう。これから先生きるのにね。はい。苦闘点苦闘点。いやでもこれから先点はあんま打たんすよ。これから先生着るのに良いかもなと思いました。はい。 また、久々のトミスプッシュでは、アシットマンの大木の坊さんへ、まさかのあのスープありの正義さんが最近の様子を聞くという内容をぶち込んだマシンガンエチケットのメタルメンタル。うん、アーティストにマネージャーのことを聞く。音楽のことを詳しくない私でも、何かとんでもないことをしようと感じました。でも、今週のヒロトとマシーだって、うん、な。検証のこと聞いてない。そうよ。音楽のこと聞いてない。だからもう、二人も、もう調べてくれって言って <laughs> <う>。<laughs> ええと、他にもバイクの話とかめちゃくちゃ食いついた話たくさんあります。私もビラーゴ乗ってました。へラー。ゴ。中学校の時欲しかった、ビラーゴ。あれ、どこのでしたっけヤマハ。ヤマハか。うん。ヤマハのアメリカのちょっとスッキリしたやつ。そうそうそう。あの、背がついてるやつ。俺プラモデル買った覚えがあるもん、昔。ビラーゴって2ンと400もありましたっけいや、400は、400なくて大きいのがあったんやったっけうん。 ヤマハの400って何やったスティードよ。うん。違う、それホンダ。それホンダ。ヤマハはドラッグスター。ドラッグスターか。俺、熱い名前が。俺、スティードも乗っとったんやん。俺もスティードもしい。スピードのもうとんでもないの乗っとったっす。嘘そんなもう、中村達也みたいなほぼや。万歳状態のハンドルで。めちゃめちゃ。嘘そソロングフォークの。嘘すげえやん。80超えたらもうハンドルルブ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 ル。なんで ファイナルファンタジー7に影響を受けた。な <laughs> 勝った時からロングフォークはかっこいいなと思ってそうしとったんですけど、うん、最初普通のバーハンドルやったんですけど、なんか、ワイルドにしたいなと思って、ギョインフロントフォークが一番長いのは CB <laughs> ーム <laughs> ベ,ベンジ。ベンジ、ベンジ。でも長かったんですよ、フォークも。ハンドルもボンになっとったし。 僕はあんまりエグいカスタムじゃなかったけどでも流行っとったもんねうん、うん、スティードもドラッグスターめちゃめちゃ多かったっすよ大津、ね、とかそっちはスティードのイメージが、えー、スティードばっかやった気がするな<ー>バイク乗りて、うん、俺も最近ちょっと欲しいっす、ね、欲しい、うん、でも事故ったら怖いしな <laughs> あのオフロード車に乗ってスーパーリンドを走りたいな。あ,あれでもめっちゃ怖いらしいっすね、うん、あれ危ないらしいね 枝に引マジでうん劣章やずばんやけどそれは気をつけないかんけどオフ車シャ俺オフシャって基本んかめっちゃ足届かんような高さでやるんですよみんなあんなとか怖くねえんからとう欲しい今もの遅いバイクが欲しい遅いスのトコトコいうやつああね SR よね SR とあのね今僕えっと多分まあまあ不人気ですぐ終わった 鈴木のバンバンっていう、ああ、あれが欲しい。ないんすよね、あんまり。あるあれこれでなんぼでも。いや、なんぼでもはないっす、意外と。高いんじゃないうん、安い。バンバン安い。バンバン、程度を気にせんかったら20万ぐらいであ、本当まあでも、2、30万かな。ああ。多分高いな。バンバンもっと安い気がしとったそうそう、全部高いっす。俺もでも、車、昔の、俺らが免許取り立てぐらいの時の車が欲しくて。わかる。 やっぱ高いですね。やっぱ欲しいって俺が思っとったらみんな多分欲しい時期なんやろうな、でも。で、その欲しいと思いよった人らがええ大人になる時期も一緒やけん。ああ、そか。買えるけん。買えるけん、多分高くなるんよ。あの時、ヤンシャーやったやつとか今多分むっちゃかっこいいじゃないですか。で、中村達也が松山にドラムソラで来た時に、マーク2番やったらしいんですよ。本当車で来たん。そうよ。あの人一台やけん。 かっこよすぎんすかマックス、古いマックスマン。えかっこええなやっぱ達也さんは。そう。とるわ。欲しいけどなすぐぶっ壊れるんやろうなとか思いながら。でもなんか車屋さん的には、バブル期の車は、意外といい部品使っとるん丈夫みたいなあ、本当酔ったけど。いいな古いの、古いのっていうか、夏い感じでも結局俺、あの、エアマックス97、96通六通ん。 っっとたじゃないですか思い出補正で初めて買ったエアマックス結局今もうその辺に転がっとるもんえっ履いてないってことは履かず履かず箱やいや出せんよ出せんやけどそうなよ出せんやけどあの思い出として置いときたいみたいなもうあれ加水文化100パーするやろな何年か履かずに俺もモ点テン箱もっとそうよモ点テン箱今ちょっと暑いんすよでもそうやあまあそうやね えっと、今は子育てしていて、バイクからほど遠くなっているのですが、血迷ったらバイク探して、買いそうな衝動に駆られる時があるので、うん、とりあえず我慢してます。わかるよ。あじゃあ意外と、ナーゴさん、ああ見えて、あれやったよね。バイク乗り。バイク乗りやったよね。うん、ねえ、ビラーゴでしょう。意外、意外す、ねうん、意外小柄な子やからね。ねえ,、うん、えーと、ガッツさんもバイク乗られてましたっけ 過去にこのバイクでマイケルさんのところにピザを俺が10 100人に1人配達すると話していったくいがあったのでってあったっけよろよろセブン,ヨロヨロセブンあのあれじゃないガッツくんが乗り寄った原付きのあ、うん、まだこの間立花城行ったらボコーンって倒れとったけど <laughs> あの鈴木のこれだこれだこれだお

えーとこれ何やったっけマイケルさんのところにピザを俺が100人に1人わからん <laughs> すごいなみんな覚えとるな、はい、覚えてるねえて、うん、してこういうもんですよ、うん、そうやな、はい、他にもザ編集中のラジコも聞いて漢字のくだりとか、うん、死ぬほど笑っているのですが、うんはい、もう視聴期間があっという間に過ぎてしまい、ね、聞きたくても聞けないのが残念です、うん 旧館長さん、お忙しいところお願い申し上げるのを心苦しいのですが、よ、うん、ければダイジェスト版でポッドキャスト希望です。えっと、どれをザ編集中ああ、あのね、意外とそういう声を多くいただいてまして、うん、でも、ポッドキャストでやると、元の番組がないけん、新しく作らないかんのですよ。あ<ー>だから、やるならラジオクラウドかな、うん、ちょっと検討です。うんはい そして今後、お盆時期から月末にかけてたくさん楽しみがあるので、それを糧に日々過ごしていきますね。うん、いつも元気をくださり本当にありがとうございます。ではでは、またです。お三方、ラブ尊敬のナーでした。<ー><ー>はい。じゃあ次が、パンダ、キーハントさん。<お>パンクロックスターは漢字が読めなくてもいいんです、ガッツさん。はい。ティモンディの大決起集会、お疲れ様でした、キュンカ長さん。お疲れたぞ。ツイッターの自己紹介に話が追加されてましたね、マイケルさん、どうも。はい。 先日の台風の潮風、塩害でハイドパーク、目ダ町のキュウリが枯れてしまいました。<laughs> <laughs> まあまあへこんでます。和歌山県代表、バンダキー半島でございます。はい、俺らは最近でトマトが全滅したぜ。<ら>トマト全滅です。で、イノシシに、<laughs> サツマイモ千本食われた。<せ> <laughs> 食われた。千本。まあでも、めちゃめちゃできる予定なんでしょそれぐらい減ってなかったんだけ全滅したよ。全滅よ。全部食われた。収穫まであと2週間やねーって言ったら。千本全部食われたんや。全部穴掘られた。取れて取れて大変やし。全部なかった。全部。全部。イノシシに全部食われたよ。あ、いた。ほんで。そんなにおるんなんかわからんのよ。わからん。でも。 猪のは、さつまいも、陳さん曰くよ、さつまいもが大好物らしいで、そんだけの量が1日でなくなるってことは、もう家族で食いに来とる。はあ。だから、なんか、言ったら、マシンガン HK って、でも、ここの FM 愛媛の社長が、じゃがいもと違って、さつまいもは奥深くに行くって言ったけん、僕と正幸君が一生懸命、穴掘ったんやけど、一つも出てこんかった。全部壊れとった。悲しいの 悲しいよ、通り越して。怒りもないよ。怒りもなくて、なんか、ね、電作しかやっぱ方法がないって言って。伝作電気作。電気作。ああ、はいはいはい。ビリビリ。そうそう。電気まししかも、最初、あれ、ケイシか、まさゆくんの社名、ハイドパークのきんすけど、した時に、ぐわーって荒らされとって、あまりにも綺麗すぎて、荒らし方が。人が入ったと思えたよ俺。うん。 ケイシも完全に人と思っとったんですよね。そう。あの、ニョキヒット出とる茎の部分が、はい、ワッサーと盛られとって。っえ,ー、<laughs> えこれ人やろって土が、綺麗やったよ。そんな、はい、めっちゃ深くまで掘られとる感じもなくて、ザ、はい、ーってこう、土がバーって見えとって、はい、茎が山盛りになっとって、って、はい、なったら、足跡が見つかった。はい だけもうそれで全部。え、でももう終わらしとったけん足跡でわかるんすかうん。もちろん足跡をちゃんと書してる。ここでわかったなってラインの中でんながやったもこれが命じゃ。ありゃやられたね。残念。まあでもいっぱいおるね、狸みたいなのも、もう多分。うん。マジで、全部、殺すけん。いやいやいや、物騒ですよ。物騒ですよ。マジ全部殺すけん。マジで全部殺すけんいやいやいや物騒ですよそうですよマジ全部殺すけんマジで全部殺すけん大ぐらいに一つで。 えっと、第331回ポッドキャスト含むより、資料免許試験会場でおじいさんに対するガッツさんの優しさがめっちゃ良かったです <laughs>。優しいパンクスって最強だと思います。うん、僕もガッツさんを見習って優しくならぬとなと思いました。うん、そして突然のアシットマン大木さん登場。うん、続いてスペシャルゲスト、ご存知スーパーにください、マサゆスさん登場。うん、マフィアを辞めてアシットマンのマネージャーになってるとは、夜中にテンション上がりました。うん、このメールを打ってるのは8月16日。 午後8時からマシンガンエチケットコラボ長野チャンネル放送の日バンドの話いっぱい聞けそうでほんまに楽しみです追伸休科長さんズーム練習お願いしますしましたしましたあと正義が喜んでましたあ本当。ントよかったはいろんなところフェイスブックとかもタイムラインタイムラインみたいなのもインスタのもうあれやったな買い取ったなあ正義が出たよって出たよあ本当よ。あの本当に嬉しそうやったあそう でもアシットマンが喜んでくれたら一番いいんやけどね。マサヨシが喜んでた。まさよしくが喜んでた。アシットマンは、なんてさって思っとるかもしれんけど、マサヨシが喜んでた。出たがりやなえこれ読まんといけんのラスボス。もうはしょろうぜ。これ読まんといけんのみんな聞きたいか、でも。件名がね。マサヨシさん。 <laughs> ああ新聞販売店従業員でバニーガール男子ラジオネームマーニーさん<う>チームマシンガンの皆さんこんばんは、はい、あのもうあのええー、と思った人ここで終わって大丈夫ですので停止をして大丈夫です <laughs> ネットラジオお聞きのパンダキーハン島さんやヤバババさんなど数名の方から消息をご心配いただきありがとうございますいいよだけやん <laughs> 炎天下長雨と苦労しながら新聞の集金にいしんいまらまだまだ大変やらそれは頑張ってくれ あと、ツイッター、アットマーク、ヤスマサ0718でも、たびたびバニーガールのコスプレ好きな方や、<laughs> キャバクラなどで夜働いている方とフォローしてまして、うん、月曜から余白、 夜更かしに出たこと、うん、お家でバニーしてることをツイートしたら月曜から夜更かしに出てた人ですねと返されたのでめっちゃ嬉しかったです <laughs> でも自分で言うたんやろこのメールは普段の収録の月曜日に書いておりますが、はい、今回はマシンガンエチケットコラボ長野チャンネルの目前ということで、うん、これを聞きながらワイワイガヤガヤとお盆休みを過ごしているのかなと思っております、うん14 一日深夜の放送でスープ割りくださいの正義さんの誕生日とのことで、この日はアシットマン大木氏からのコメントゲストの後、その正義さんも生電話飛び入りゲストとして出てきましたね。うん、これで、これまでの過去会で正義さんというと、山崎正義さんのことかなと思っていました。なんでぞ <laughs> 一回も言ったことないし、<laughs> 一回も曲をかけたことない。<laughs> なんでぞなんで <laughs> ただ、ガッツさんのモノマネはどう見ても山崎氏というより <laughs> 福山雅治さん <laughs> 似ているなと感じながら聞いていたのですが、<laughs> だっっからもともと山崎正義氏が <laughs> 関係ない <laughs>。福山さんも関係ない。<laughs> 俺、<ー><も>山崎正義のまねでスッパリくださいって言おうと思ったんだから。<laughs> 相当恥ずかしいやん。多分 秋番組では初泣きと思われるのですが、そんなことない。おっさんの声でしたので、かなりギャップがあるなと思ってしまいました。しかし、それでも足止まの事務所のお偉い方とかで、正義さんもなかなかいい仕事してるなと感じましたまね。だ俺新人や今後、秋編成でも多分続くとは思いますが、その正義さんのスタジオ生出演も聞いてみたい気もします。前出たやろ。出たことある出たことあったよね。まだ東京旅立つ前に。 これ、ま、待たないやけど、まんといけんの、うん、うん、ざっといこう。ラジオネーム、マーニーさん、チームマシンガンの皆さん、はい、こんばんは。こんばんはい。8月7日の深夜、時間的には8日早朝の、本来はクロージングからのメンテナンスタイムである時間を利用しての公開生編集番組、はい、ザ編集中をリアルタイムでラジコが録音できる、録音ラジオサーバーというアプリに登録して仕事上がりに聞かせてもらいました。<laughs> 入ってこれ、これ、これ、 大丈夫なこれ。何がこれ、ラジオサーバーというアプリに録音して。知らん俺、それ。何 <laughs> これ違法アプリじゃないの知らん。<laughs> 先日のマシンガイチケット長野、コラボ長野チャンネルの番宣のレッドラジオ限定公開収録の、いわば拡大解釈的なもので、今回は初めて愛媛唐揚げ企画を編集段階ではありますが聞かせてもらいました。うんうんうん、はい たとえとちりがあったとしても、なるべくリスナーの皆さんが自然に番組を楽しめるように編集しているという点を、はい、この125分の生放送で改めて体験することができました。はい、でも、万人さんって、FM 愛媛が好きなんかな他も聞き音かよ。だって大阪やろ。大阪。ね<え>。県ラジコプレミアムで。聞くラジオからや、もともと。おそらく、多分。だから、いろんな県のいろんな番組を聞き音か、うん 奇跡的に愛媛がはまっているのかは分かんないです続編を希望したいと思いますが、うん、何分マシンガンエチケットの場合はたまに生放送がありますが<ん>大半の回は収録でたまに放送禁止用具もいわゆるかぶせで処理するところもあるため<ん>それを生放送中いかに編集していくか休刊調査にとっては難題になるかと思いますが話がすり替わってないですか。かか <laughs>、うん、いつか その放送の限界まで耐えられるかを聞いてみたいなと思います。す、はい、<laughs> り替わったな。<laughs> マシンガーエチケットの生放送の話になってたな <laughs> 違う。ええー、<ー>じゃあ、まあ、思惑としては、編集中、パート2の時にマシンガーエチケットの編集をやってくれといことでしょ。<や><ー>生放送でやってほしい。無理やろ。無理やな。そうっす、ね。だって俺、悪いと思ってないもん、放送禁止用語。<laughs> <laughs> まあ、<laughs> 普通に使うよもんね。 放送禁止用語ね。自粛ワード通つうか。うん。別に禁止じゃないんですけどね。ほぼ。まあね。まあね。別にただ、不快な思いをさせるってことだろ。そうですね。なに、知るかって感じよな。いやいや、それは知っとんといかんのよ。一応ね、知っといて、使う、使わまはその時々と。読んだよ。はい。はい。お疲れ。シール貼るの。シール貼ろう。シール貼ろう。みんなが今届いてるであろう。そう。 今からら本ぐいシール貼ろもうさっきのサチモスみたいな子は帰らしたんとっくにじゃああのここまでやっといたんでって感じで半分ぐらい終わったりしてないないしょうがない頑張ろうやろうやろろうしたいやでもみんなに言っとくことがあるんやけど下の FM 愛媛の自販機で当たったんよゾロ目が出てあれ 当たりが出るやん。はい、ゾロ目が出て。何モ、うん、何も音ならんかったですよね。何の音もならんかった。何も音がならんくて、マイケルさんがずっと、あれ !100 円が入らん !100 円が入らんってずっとやるよって、うん。500円が入らんって言って、嫌われとるなっ言うて。<laughs> 嫌われとるなって言って、これ俺が、こういうのは俺が入れたら入るんですよ、あの、入るんですよって言って、うん、<laughs> 入れたら6のゾロ目が揃っとるに見えて、うん、これ、当たっとるやないっすかって言って、とおぉって言って。おそうとしたら、あれ、 1分ぐらい時間制限があったら消えるんやねそうでしょうねパツンと消えて何にもなかったかのようにガツくんが「おこれ当たりやないですか」って言ってでシールペタペタ貼ってくれる女の子に「何いる?」って言って聞いて振り返ったらもう消えとったあれダメよあれ俺にはとってあれダメよそれはメーカーに言ってくれあと5分ぐらいはなんとかしてほしいメーカーに言ってくれ言っとって分かった じゃあね <laughs> 1>, あ1時間20分 <laughs> お疲れ <laughs>